ナバリ牛汁は伊賀牛を使った和風醤油なし、仕立ての汁物料理。三重県伊賀地方の精肉店でまかない料理として、食されてきた水物をもとに開発されたナバリ市のご当地グルメである。2011年に発足したナバリ牛汁協会では、日本各地のイベントに出展することで牛汁を通して、ナバリ市の宣伝に努めている。ナバリ牛汁が登場した当初は、 すまし汁、肉うどんのうどんなしのような食べ物という紹介がなされた。実際に、なばり牛汁の仕掛け人は、店のメニューに、なばり牛汁を加えてもらう際に、肉うどんのうどんなしの要領でと頼んでいる。なばり牛汁協会は、なばり牛汁の定義として、次の5つの条件を満たすことを求めている。肉は、伊賀牛を使用することは風醤油出しを基本とし、 伊賀牛とネギを使うこと具材はなるべく地元産を使うこと商品名を名張り牛汁とすること店頭にのれんを掲げること以上の条件を満たせば基本的には自由にアレンジすることができ販売店舗では出汁をカレー味にする具材を豊富にするセットメニューを工夫する伊賀の酒を加える焼きおにぎりをトッピングするなどして個性を出している 伊賀牛を用いることという条件であるが、使用する肉の部位は指定されていないため、まかない料理であった歴史を踏まえて、日によって違う部位を使う店舗もある。店による味の差はあるが、おおむねさっぱりとしている。牛汁単品で提供する店舗では、一杯300円台からの低価格で提供する。セットメニューとして提供する店舗では、牛汁定食や牛汁午前などの名前を用い 味噌で円楽や五穀米をセットにすることで健康志向の女性から支持を得ている店舗もある。ナバリ牛汁という名称であるが、提供店舗はナバリ市だけでなく、隣接する伊賀市にもある。2017年10月現在、ナバリ牛汁を提供する店舗は約20軒ある。ナバリ市を代表する食材といえば、伊賀牛であるが、 同じ三重県の銘柄牛の松阪牛と比べれば低価格であるとはいえ、ステーキやすき焼きといった既存の伊賀牛料理は決して気軽に食べられる価格ではなく、伊賀牛の知名度も今一つであった。そこで伊賀牛を観光客へ売り出すご当地グルメにできないかと名張市観光協会の事務局長だった人物が2008年より畜産業者3社と共同で商品開発に乗り出した。 牛丼や牛肉コロッケなど様々な商品を試した中で、名張商工会議所青年部のメンバーの一人が、祖母が伊賀牛のくず肉で澄まし汁を作ってくれたと話したことをきっかけに牛汁にたどり着いた。牛汁は伊賀地方の精肉店でまかない料理として食べられてきた澄まし汁をもとに、名張商工会議所青年部があっさりと食べやすい味にこだわって開発し、2008年に 商品として完成した。青年部のメンバーは完成した牛汁を携え、三重県内外のイベントで積極的に販売したものの、知名度不足から多くても数十杯しか売れず、汁の中におにぎりを投入して、ボリューム感を増すなど改良を重ねる日々がしばらく続いた。牛汁を店舗のメニューに加えてもらうにあたり、継承地である赤目十八滝周辺の事業者の 多くがうどんを取り扱っていることに注目し、肉うどんのうどんなしの要領でと依頼することで業者に新メニューの負担感を軽減する作戦が取られた。こうして、なばり牛汁は伊賀牛を使いながらも安価であり、なばり市の観光事業者の間で期待の一品として登場した。2009年4月28日より、赤目48滝周辺の旅館や飲食店7、 事業者が赤いのれんを店頭に掲げて提供を開始した。千住滝の前の店舗が単品で提供するほかは牛汁定食や牛汁御前の名前でセットメニューとして売り出した。赤目48滝周辺のみでの提供から始まったが当初から将来的な名張市自然域での提供を目標としていた。一方、名張牛汁の宣伝活動はあえて、 名張市内では行わず、地域外での宣伝に注力し、結果的に成功することとなる。2010年4月4日、四日市室は栄町のグリーンモール商店街で開かれた第2回30件ご当地グルメ大会に出場し、独自のマイクパフォーマンスで客の関心を引いたが、出場した四日市トンテキ、亀山味噌焼きうどん、津餃子の中で再開に終わった。 同年11月7日には、名張商工会議所青年部が、第3回30件ご当地グルメ大会を名張に誘致し、名張市上本町のサンロードで開催、焼きおにぎりを加えるという工夫を施して、前回の雪辱を果たし優勝した。この大会には、前回の出場料理に加え熊野さんマス氏も出場した。この年には、提供店舗が10店に増え、 赤目48滝周辺以外にも広がった。2011中日本、東海 B-1 グランプリイン豊ヨカワで販売された、ナバリ牛シル2011年、ナバリ商工会議所青年部とナバリ市観光協会、ナバリ市の3団体30人で、イン牛シル協会を立ち上げた。同時に、b 級ご当地グルメで、町おこし団体連絡協議会に巡回員として参加した。 協会では、東日本大震災で被災した宮城県塩釜市へ、おもむき、5月17日に、桂島、野の島、塩釜市公民館で牛汁と岩牛コロッケを作り、片焼きなどのラバリッシュの製菓業者が製造した菓子類を被災者に提供する炊き出しボランティアを行った。また、同年9月の2011中日本、東海 B-1 グランプリイントヨカワへの出場が、 決まると、協会は7月7日に、名張市武道交流館で勉強会を開いて、より微味な牛つゆ作りに挑んだ。その結果、味噌味の焼きおにぎりと細かく切ったトマト、コラーゲンゼリーが会員の高評価を得た。こうした努力もあり、12本、東海 B-1 グランプリでは4位に入賞し、さらに1位から3位も三重県の団体が占めるという成果を収めた。 このグランプリでの4位入賞は牛シル協会構成員の士気を高めることとなり、12月21日に、ナバリ氏が発表した、今年の10大ニュースに選ばれた。2012年5月29日には、IB リーグから、正会員への昇格通知が届き、北九州市で開かれる、同年の B-1 グランプリへの出場資格を得た。この頃から、協会名がイン牛シル協会から、 ナバリ牛汁協会に料理名が伊賀牛牛汁からナバリ牛汁に変わっている。同年10月20日から21日にかけて B-1 グランプリでナバリ牛汁を販売し、日本各地のご当地グルメ団体との交流を深めた。また、同月23日から11月5日までの期間限定でナバリ牛汁が東海、北陸地方のサークル系サンクスで販売された。 それでもまだ、ナバ市民の中には牛汁を知らない人も多く、牛汁の仕掛け人は市民への普及、将来的には家庭料理として作ってもらえるようになることを目指した。2013年11月10日、豊川市で開かれた B-1 グランプリに出場。ナバ牛汁は、前回の B-1 グランプリでは、最大でも10分待ちだった行列が、最大1時間待ちとなり、 午後2時に完売するという快挙を成し遂げた。12月には、三重県内外からご当地グルメ団体を誘致して、様々なご当地グルメが楽しめる、祭典、元気は、食祭、文化祭ご当地グルメで、町おこし院なバりを、企画、実行した。2014年の B-1 グランプリ、氷山大会にも、出場、3年連続で、 B-1 グランプリに出場を果たした。順調な活動を続けてきた、ナバリ牛シル協会であったが、2015年に IB リーグから町おこしの取り組みが不十分との判定を下され、巡回員に降格した。具体的には、協会の活動が、物販イベントへの参加が大半を占め、地域への普及活動や、 学校教育との連動といった IB リーグや B-1 グランプリの本来の趣旨である、町おこし活動が他の IB リーグ加盟団体と比べて十分でないというものであった。これにより、ドア出しで開催される同年の B-1 グランプリへの出場権を失うこととなったが、ナバリギューシェル協会は、IB リーグへの異議申し立ては行わず、活動の方向性を1年かけて模索することにした。 町おこし活動の第一弾として取り組んだのが、三重県立な張高等学校との連携であった。まず協会理事が2015年12月14日に、名張高校を訪問して、高校生の前で、これまでの活動や思いを語り、総合学科生活デザイン系列の生徒に、新しい牛汁のレシピを募った。名張高校では、校内選考を行い、通過した3点をコンテストに、出品。 2016年2月27日に、ナバリ産業振興センターアスピアで開かれた、ナバリ旅コンテストで、来場者の審査を経て、チーズでご飯をロールキャベツのように巻いて、コンソメ味のスープに仕立てた、ヨの牛汁が優勝した。ヨの牛汁は、同年4月9日のナバリ桜祭りで、限定200食が販売された。 また伊勢島サミットを契機とした伊賀の国国際交流奥国自慢大会が伊賀市で開かれた際には、名張高校の生徒が牛汁を販売する活動が行われた。以上のような地域振興活動が評価され、名張牛汁協会は1年ぶりに正会員の資格を回復し、東京臨海福都心で開催の2016年 B-1 グランプリに出場した。 この大会への参加を前に、牛汁協会は、順位に関係なく、一人でも多くの人に、ナバリを知ってもらえるようにと抱負を語った。2017年10月から11月にかけて、ナバリ市郷土資料館にて、ソウルフード店が開かれ、牛汁の上りや、肉人と書かれた公式 T シャツなどの、実物展示と牛汁のレシピや、協会の活動の紹介が行われた。 展示だけでなく11月25日には実際に牛汁の販売も行われる予定である。ナバリ牛汁協会は2011年にナバリ商工会議所、ナバリ市観光協会、ナバリ市役所が協力して設立したナバリ牛汁を通してナバリ市を PR する組織である。協会事務局はナバリ市南町にあるナバリ産業振興センターアスピアの1階。 ナバリ市観光協会内に置いている。発足当初は、イン陰シル協会の表記を用いていたが、2012年より、現行表記となっている。牛汁の開発経緯より、ナバリ商工会議所青年部のメンバーが多く、参加している。協会が、イベントなどの際に使用する公式グッズには、屋台、幕、のぼり、帽子、T シャツなどがある。T シャツなどには、 肉人の文字が入っている。ありがとうございます。